俺の話を聞けって。今回の俺の話を聞いてくれ、またまた大物の自民党議員にお話を聞かせてもらいたいと思っています。村上誠一郎、はい、よろしくお願いします。もう村上先生は当選8回ですから、はい、石破さん、はい、武部さん、はい、あとどうですか、鳩山幸夫さん金子和義さん、鳩山総理、そう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 、あ、金子和義さん、そう、金子和義さん、また相沢さんとかね、はい、大野さんとか同期ですよね、はい、それで初代の財務副大臣ですね。それから、まあ、大臣はもう二度おやりになって、はい、規制、はい、改革とか、はいはい、あとは規制改革、うん、それから行政改革、特区、うん、それから地域再生、それから産業再生機構と、実は5つのね、分野、ああそうか、はい、今話題になってるなところの仕切りは最初全部みんな村上先生やったんですね、はいはい、で今回は、はい、その我々政調の経済政策調査会、はいはい、これはあの与謝野馨さんが会長で、その与謝野会長のもとで事務局長として、はい、我々 の, その自由民主党の、はい、平成22年度予算に対する対案とも言うべき経済対策を取りまとめたの事務局長さんということなので、はい、このですね、はい、まあ、内容は、はい、党のホームページにも出しますし、はいはい、ぜひ細かく資料は見てもらいたいと思うんですが、根本的に、はい、なぜ我々がこういう、ね、対案を出さなきゃならないのか、はいはい、民主党の今の、はい、予算案について、はいはい、どこが問題なのか、はいはい、まずですね、簡単に言うとこれ産経の記事なんですが、はい、マニフェストに対してですね、はい、全然その約束期間の批判の的と、はい、で中身はなぜかというと財源不足と、はい、答弁を曖昧あもりと記事が出てるんですが、はいはい、それはですね、結論から言うと、はい、民主党がですね、その財政やですね、その財源について全く分かってなかったということなんですね。で特にその民主党のマニフェストはですね、全部足すと16兆以上かかるんですが、はい、その恒常的なですね、支出をやる場合には恒常的な歳入がなきゃいけないですね、財源がね、はいはい、それでところがまず彼らが言ってるのは埋蔵金があるだろうと、はい、ところが実はですね、埋蔵金もですね、これを見ていただいて分かるように、はいろいろ重なりを取っていきますとですね、たったここのですね、小さな部分しかも残ってない。結局特別会計というのは、独立財産と言いながら、そうそうそう、一般会計から補填したりするから、そういうダブルを全部ね、ダブルを省いちゃうと10兆しかないと。そういうことで、それもですね、この間のですね、麻生さんの時にですね、はい、例の定額給付金だとか、はい、ほとんどもゼロに近いです、でこれでまずですね、埋蔵金がゼロだっていうことがやっと彼らも分かってきたと、はい、なるほど、それから我が国のですね、個人金融はこの1441兆あると言われてるんですが、はい、実は住宅ローンを引きますとですね、1070兆ぐらいなんで、でそうしますとですね、実はそのここにもありますようにですね、もう国債のですね、その限度がですね、こういう形でありますが、はい、要するに、うん、国と地方の借金が973兆で、うん、はい、1070兆すると、はい、もう100兆ぐらいしか残ってない。そうですよね、はい、今まで1400兆あるから、そう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 、いざとなればまだ、そう、出せていくと言ってたのが、うんうん、ところがついに毎日新聞もですね、その差がですね、もう200兆ぐらいしかないんじゃないかと、はい、ね、はい、まあ、我々もっとないと見てるんですが、ということは、はい、もうそろそろですね、本当に歳入欠陥構造を考えないと、はい、例えばですね、ここにあるように国債暴落だとか、うん、それからついにですね、ここにありますようにですね、うん、その国債の破綻が始まっただとか、うん、こういう記事がですね、連日逃げ出すようになったんですね、うん、でそうするとやはりまず第一点は、うん、その恒常的に支出のいるやつは、はい、恒常的な歳入を考えなきゃいけないと、はい、それからもう一つはですね、財政規律をですね、はい、きちっと考えるために、はい、まあ、我が方はですね、この新しいですね、うん、ここにありますように、その財政ですね、責任法と、はい、要するに財政規律をですね、きちっと守るためのですね、はい、こういう中期的枠組みをですね、考えなきゃいかんのじゃないかと。今まではそれを財政の中期プログラムということで、はい、そうです、そうです、目標にしてたけれども、はいはい、今の民主党は、はい、中身が分かってないから、法律にして縛りかけないと何するか分からんと、こういうことですね。それプラスね、今言われたようにですね、日本ここにありますように、自公政権で中期プログラムを決定しですね、うん、
その税法不足にですねちゃんと盛り込んで、はいはい、歳入も歳出も一体で考えてたんですね、はい、でしかもそれは1年間じゃなくて何年間かでやるんだと、そう中期的な展望見ながらやってたと、はい、全くですね今回の民主党の予算はですね、うん、とたった1年限りのですね、うん、全然長期的展望に立ってないと、はい、そこが大きな違いだということなんです ね、 そうですね、しかも初年度で70円ぐらい乗せちゃって、はいはい、でこれから最終的には16兆円、はい、20兆円まで上がっていくと、そうです、でそれはかつて無駄を切り込むからと、はい、そうそう事項の予算には無駄があるからと、はい、でも無駄なんかどこも見つけられないよと、 それで結論はですね、あのパンとサーカスといわれる仕分けのですね、はいはい、そのやってみても6000億なんですね。実は私が行政改革担当の時にですね32の独法を22にしてですね1兆5000億圧縮したんですね。もっとですねそのああいうふうに華々しくやらなくても地道にやれば出てくるんですが、ああいうパフォーマンスだけではですね本当のですね絞りはできないんですね。それからもう一つはですね、もう今後そろそろもうマスコミの人にも分かってほしいんですが、もう国と地方の借金は今の段階で924兆で、今回民主党が44兆出してますから、もう2010年度末にはですね、あのもう970兆超えちゃうんですね。もうこれがいかに大変な数字かということ分かってない。でそういうですね大変な状況の上にですね、実はここにも書いてあるんですが、その民主党のですねその予算というのは選挙目当てのためにですね、児童手当ですね、それから農家の個別保障、それから高速道路の無料化と、はい、実はこの3つこそですね仕分けをすべきであって、うん、一番ですね金のかかることを仕分けしないで、うん、選挙のためにですね予算をばらまきに使ってしまっていると、うん、まあ、いうのがですね、うん、やっぱり一番大きな問題点だと思います、はいはい、しかもこのままですと、はい、この中にもね、はい、あの資料として出していただいておりますけども、はいはい、この公債発行が、はいはい、もう自民党のこの対案と民主党の案では、もう4年間で40兆も変わった、はい、そうですそうです、それはまさにですね、うん、言われる通りでありまして、うん、最初はですねここにございますように、はい、1年間は3兆円の差なんですが、今期はね、今期は2年3年4年後になりますと、全部でここにありますように44兆円のですね赤字国債の発行額の差ができると、言い換えれば44兆円ですね、4年間で無駄が出すと。そうですよね、大変なことなんです、はい、しかも、これ我々はあの本当に考えなきゃいけないのは、かつて、国債発行30兆以内に抑えよう、はい、そうなんです、小泉内閣それをやって、はいはい、なんとか収まったところに、今回あの、まあ、景気のリーマンショックでドーンと出しちゃった、そしたらそれを前提にして1年間の国債発行を当初予算の国債発行にすり替えて民主が44兆出しちゃったでしょ。でこれからまだどんどんやっていっちゃ う, 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 うでもどんなに切り詰めたって3兆ぐらいは毎年必要になっちゃ う, んで す, う, う, で, すううですから必ず借金が増えてくる、そこにそれと同じ分ぐらいは乗っけちゃおうっていう民主のこのもうあまりにも無責任な、無責任というか無知なんです ね, だからそこが要するにあのここにも書いたんですが、実はその民主党ですね政権の中にはですね、実はここにもありますようにね、そのあれなんですね、そのエコノミストが閣内にいないんですね。だからその円高対策やデフレ対策や景気対策ができないと。でその上にですね今言ったように、国全体のですね歳入と歳出のですねその全体像が見える人がいないから、いや実は我々予算委員会聞いてるときにですね、それをもう全然ねこう連携しないでやるのが新しい方法だというふうに我々はまあ、好意的に見てたんですけど、実はそうじゃなくて分かってなかったんですね、元々が、元々基礎知識として、そう財政運営のことを気にしなかったとか知らなかったと、まさにね、例えば自民党だったらですね、例えば12月15日までに税調でやって、そこで税制改正やって、で歳入を決めて、でその歳入の枠の中で、例えば12月20日までにですね、財務省減額を出すと、だからそういう一連の流れとですね、規律があったんですね、その全然こう両方のですね、あれがそのなんていうか関連性がないんですね。それから先生ね、シーリングも撤廃しちゃったでしょ。そうなんです、予算要求のシーリング撤廃しちゃったから、役所はもう出すだけ出しちゃって、そうなんです、でそこ の出すだけ出しちゃったものに自分らのマニフェストで民主党が載せて、 それを事業仕分けやろうって言ったら切り込めるわけありませんよ、それプラスね、一番大きな問題点はね、
民主的なプロセスをやる我々の方は、例えば政務調査会があって、部会があって、税制調査会があったんですよ、今でもあるし、でそこで実は積み上げていくから、みんなの意見がですね集約されていく。ところが実は民主党さんはご承知のように、政調会もなければ税調もないと。実はやってる人がですね、小沢さんの下の何人かの幹事長室の人と、そうするとね、例えば農水省は大臣と副大臣と政務が5人なんですね。その5人で税制を全部やり、それから予算を組み上げる。それは無理なんです。だから国民の声を聞いてないんですよね。そういうことです。国民の声の代弁者が国会議員なんだから、国会議員がみんなで集まってきて、 その会議でね、いや入れろやめろ、そうあーだこだ我々散々議論しますよね。 それよりもっとひどいのは、そういう受け皿さえないということです。だから我々はまた皆さん、我々がですね、地元の民主党たちやそれぞれの全国からですね、いつでも話を聞いて、例えばそれぞれの部会で意見を代弁して、でそれで予算を決めていくし、また税調もですね、先生も我々も含めてですね、みんなの意見聞いて、そういうですね、実はその音を拾うですね、受け皿がないんです。だからあれははっきり言ってですね、民主主義政党でも何でもないです。ですから、政権運営、担当能力っていうのがもともとないというよりも知らない状態で政権を取っちゃったってことですね。それがもっとひどいのは、民主的なですね、一番大事なですね、平場で国民やですね、皆さんの声を聞くシステムすらないってことです。でそれでたった5人のですね、その内閣の5人とたった数人のですね、その幹事長室副幹事長だけでやられる、それは無理なんです。だから今回ね、例えば農水和省は来年度の税制改正要望は出せなかったんです。すなわちたった5人でですね、あれだけ広い間口のですね、農水関係のその税制の中身知らないし、トップの大臣も農水のスペシャリストじゃないから、なおさらできなかったんです。ですね。だからそういうね、デタラメなことをね、もっと国民の皆さんが知っていただくべきだし、本当はマスコミがそういうことを言わなきゃいけないんですが、残念ながらマスコミもですね、そういう責任を回避してるんじゃないかと思うんですね、今のところね。まあ、自分たちに持ち上げちゃったら、そういうことです、そういうことです。まだ言えないっていう感じですよね。まあ、我々も、とにかくその野党になったから、政権を倒すために突っつくんじゃなくて、そういうことです。国としてこれ、我々が大事に思ってきたこと、 それは自民党だからじゃないですよね。政権党としてこれはもう踏み外しちゃいけない道があるわけだから、それはやっぱりきちっとですね、訴えなきゃいけないと僕は思うんですよ。でそこで最後に一つですよ、我々も対案出して子ども手当をやめて、その代わりに幼児教育の無償化の方が効果的だし、財政的にも少ないですよ、こんなアイデア出してます。しかし全ての大元はやっぱりこの国にとって恒久的財源として、その税制改革、無駄を削減するとともに消費税の問題があります。そうです、そうです。これはもう先生個人のお考えで結構ですが、まあ、これはもう先ほど申し上げたようにですね、まずその必要なその支出ってのはあるんですね、ただ私なんかからするともっと私的な見解を言われてくるとですね、実は地方自治と公共事業は私自身は切りすぎだと思ってるんです。で本当はね、そういうのをちゃんと財源を確保してやらなきゃいけないのに、もうずっと小泉さんも4年間やらないと、畑山さん相当10年以上やらないんですね。そういうことでね、日本全体実はシュリンクしちゃったんですね、縮みちゃった、これが一番の原因なんですよ。だから必要な財源を必ず確保すると。でそのためにはですね、例えばこれ見ていただきたいんですけどね、これなぜ日本が大変になったかというとですね、この社会保障費なんですね。実はここには書いてないんですが、がんの手術は1人頭1000万ぐらいかかるんですけど、個人負担17万なんですね。心臓のバイパス手術はですね、900万で15万なんですね。要するにこれ見て分かりますようにですね、実は65歳以上の人の医療年金介護っていうのは1人頭約250万なんです。夫婦で500万なんです。なるほど。そこはね、そういうね、先生ね、そのサービス受けてることは国民知らされてないんですよ。分からないんですよね。そう、自分の負担分しか、そうだから自分がこんだけしか負担してないのに、これだけサービス受けてると分からないから、結局ね、例えばこう聞こえでちょっとねお金いただくと老人いじめになっちゃったんですよ。なるほど。だから本来はこのね、まず現実を知ってもらうこと、でこれだけに、まあ、例えば受益者負担と、これだけのですね、医療年金介護のサービスを受けてるなら、それ相応の負担をしていただくんじゃないかと、
それからもう一つはですね、これから私はですね、太陽空気水作戦と言ってるんですが、はい、これから日本はですね、限られた財源ですね、これ両方なんですけどね、はいはい、実はやっていくのは太陽っていうのはもちろんあの太陽エネルギーも含めてですね、太陽光パネル、それからあとあのあれですね、バッテリー技術、はいはい、それから超伝導の技術、はい、それで自動車とかね、はい、そういうふうに限られた予算で日本のお得意源をですね、どんどん伸ばしてですね、数字の世代のその働く場所だとか飯の種を増やしていくと、はい、それから、ね、今は空気はですね、実はまあ CO2 の削減もあるんですが情報なんですね。実は IT 革命で韓国はその生活の利便性と行政改革と経済の活性化だったんですね。で要するにインターネットと住基ネットとですね、それから全部結ぶことによってですね、結局その行政改革や国民生活の利便性をやってですね、経済が最後は水なんですね。これは案外ね忘れられてるんですが、今やっぱり68億人でですね、11億人がですね、はい、水不足だ。あと2025年に55億人水不足だね。ところが日本はですね、あのほらあの列島全体が火山灰で覆われてますから、実は日本中実はボルビックなんですね。なるほど、ろ過されたね。そうなんです、ところが気をつけなきゃいけないのは、外国がですね、その水源地をちょっと買いあさってるんで、それから2番目はですね、私は中国が、そうなんです、ものすごい日本の水源地を、そうだから例えばですね、富士山の湧き水のバナジウム水だとか土佐湾とかね、富山湾の深層水とか、はい、そういうふうなのはね、どんどん、ね、垂れ流しされてるだけなんです。それから2番目はですね、私の選挙区に通りがあるんですが、逆浸透膜と言いましてね、はい、海水を真水にする膜、はい、これが世界の6割が日本を抑えて、はい、それからもう一つは水道の技術ですね。日本は水道は都とか市がやってるんですが、外国はほとんど民間なんですね、うん、ところがその水道技術ってものすごく高いものがあって、うん、この3つがね、実は世界の水問題に貢献できるし、実は2025年に水だけで100兆円産業って言うんですね、うん、でそういうものをね、あの空気ね、太陽空気水作戦じゃないですけども、そういう新しい分野にですね特化して、その資質のね限られた中で次の世代のですね生き残る道を考えると、これからは我々はそういうのをですね、大賛成ですね、そういうのを考えていかなきゃいけないと思います。結局先生、そういう技術で、はい、あの国内は俺か、はい、世界の人に喜んで、はい、そう結果で喜んでもらえて経済を考える、そういうことなんです。でそのネックの技術は日本に置いといて、そうそう出さないと、ね、あの機械は出すけども、技術的な部分は本国で何かできないように知的財産を保護する。そうすれば国内の中小企業もきちっと守れるし、そして市場は拡大できる。そういうことなんですよ。こういうことですね。だからそれをやるための研究開発費用を投資しようよと言ってるわけでしょ。でね、日本のいけないのはね、今回のオリンピックみんな頑張ってくれてんだけど、民主党のようにですよ、仕分けでですよ、強化費もね、6スポ出さないでね、金メダル取れたとかね、そういうところはちょっとね、やっぱりその活躍してもらうんだったら、科学技術やスポーツにですね、やはりその強化費やですね、研究費はね、やっぱりある程度ね、重点的にやるとか、やっぱりね、スーパーコンピューターがナンバー2でなぜいけないんですかなんていうですね、素人のような方がね、やっぱり仕分けをやったりね、予算編成するってのはやっぱりおかしいってことですよね。はい、はい、純白の隅つついてね、あそこがダメだった、ここも悪いんだ、あれも腐ってる、それは当然腐ってるものは取り除くんだけど、でもおおらかにそうなんですよ、もうちょっと明るく元気にやった方がいいんじゃないかと。いや、だからね、私はね、先ほど申し上げたように児童手当やね、高速道路無料化やですね、農家の個別保障をするよりは、こういうところの分野に特化してですね、いろいろですね、予算支出や研究費ね、開発費を投じる方の方が、実は次の世代のね、生き残る道に大きく貢献するんじゃないかと思います。わ、はい、かりました。これ、あの自民党 この今回の経済対策は、ホームページで出してますよね。はい、あのいろんな資料も出してますから、それの、解説編ですよ、今日、ね、言っていただいたのは、ぜひ皆さんご覧いただいてですね、まあ、私たちも批判するばっかりじゃなくてね、具体的にこの国をこうすれば明るく元気にできるよということを考えている先頭立って今ご活躍いただいているのが村上誠一郎衆議院でございます。今日は先生ありがとうございました。どうも、大変大物に心も体も大物に出ていただきまして、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。またよろしくお願いします。